はい、ケソです。スターソルジャーですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。とりあえずクリアしたいですね。他社製品の続編を勝手に作るとか度胸のあるやつやな。いらっしゃいませまああの頃は乗りに乗っていたということでハドソンさんはThank you.
ハドソン、スターフォースの続編勝手に作っていい？テクモ、あかんに決まっとるやろ。あれ勝手にやったんですか？何の許可もなしにみたいな。いや、そんなバカな。続編として作ったのがこのスターソルジャーである、わら。ああそうなんですか。思いっきり全国イベントを開いて。結構やったもん勝ちの時代だったんでしょうか。あー出ない。まあ確かにサウンドとか地上物打ち壊しまくるとか一部にスターフォースの名残は見えるが、うん、まあ そうですね。これはジョー・ハドソンオリジナルですよね。思いっきり続編じゃないですけど、完全に味を占めて作ったような感じではありますけど。調子に乗られん。一番の敵は地形ということに最近気づきましたね。潜る地形。危ない。ダメだ。どっかでワープ取れると楽なんだけどな。やばい。
うまっ。危ない。怖え。あいつだけはやばい。トブに見えるデイビーソフトの頭脳戦艦ガルはアプグを名乗っているという。うん、でもアプグには見えなかったんだが、制作はあれのどこを見てアプグだと言い張ったのか。あ、頭脳戦艦からあれは誰がどう見てもロールプレイングなんですか。あ、なんで重なっちゃった。あれとあれ、あれはそうですね、ガルはやり方わかんないと全然延々と同じような景色が続くだけで、当時やりましたけど本当にわけわかんなかったですね、あれは。でしまいになんだっけな、無敵コマンドかなんか発見されてそれ入れてやったら飽きちゃってやめました。いつも嫌だなぁ、なかなか。あら、やばいやばいやばい、見えない、見えねえよ、来ない。おお、クソゲーとは言われるけど、ショットの発射数多いとか、ショットが左右でちゃんと判定分かれてるとか、意外と褒めるとこあるぜ。あ、そうなんすか。そこまで気にしてませんでしたね。まあ、シューティングとしては結構。あ、こいつか。そうですね、謎解きがクソだっただけで、シューティングとしの質自体としてはまあ悪くはなかったと思いますね。うん、まあ音も音楽ですか、それもまあまあそんな悪くなかったような気がしますし、
ワープだ。よし、こっから一遍12面に。これはいい。よし、一気にクリア。そんなうまくはいかねえか。13面からなんせ、あれですよね。誘導弾ですから。13だからな。一回当たっとくか、弾。バリア取ったら確か誘導弾ってくるので、最初パワー取るまでは慎重に。おい、こいつ来い。怖いわこいつ、マジで。あ、こいつか。こいつも注意。あ、潜っちゃった。まあいいか、そのまま潜ってろ。あれ、誘導弾撃ってきたな。やりすごそう。申し訳ないけど。あ、食らったな。いやー。できるかな。ちくしょう。ここに、あー、パワーがあるけど危なくて取れない。顔を覗いた瞬間に当たってしまったか。ああ、やばい。この素の状態でなるべく進めることが大事。距離を稼ぐ、距離を。ステージの。少しでもボスに近づいて。よし。こっから。
とにかく生き残る。あれ？体当たりか。ダメだ。また同じ場所か。危ない。ちょっと潜ってよ。しょうがねえな。潜って。怖えな。またこいつか。もういいや、これでいこう。これだ、あの弾は。あ、潜っちゃった。うわ、厳しい。あ、こっちの方が壊しやすいな。5A よりね。威力があるから。あ、裏パワー取った。ははは、何それ。偶然だ。あ、体当たりだけは気をつけろ。食らいすぎ。最後のビッグスターブレインの誘導で乗っていくんでしょう。すごいね。怖いわ。あそこまでたどり着けるかどうか、それが問題。えげつねえな。うわ怖い。うわ終わっちゃった。なんで当たんねえ。お前ふざけんなよ。よし来い。よし、なんだっけこいつ、名前忘れた。うわきついなぁ。うわこれはやばい。
思っちゃった。もうここで避けちゃおう。潜っちゃう。すすす。もうすぐ終わる？よし、来い。まあ、ドノーマルで。うわ、普通の弾も激しいな、攻撃が。気合だな、これ。どっからだ？一応ボスまで行けるか。危ない。やった。コンプリートワープ。プレッションコンプリート、コングレチュラーション。よし、とりあえずクリア。パチパチパチ。ありがとうございます。いやー、やっとガッと、ヘロヘロで。というわけで、噂の裏面を。パチパチパチ。ありがとうございます。え、これで裏面もう始まるのかな？全然わかんないけど。とりあえずやってみよう。普通のやつかな？裏面だったら一面から誘導弾撃ってくるんですよね。確か。やっぱちょっと攻撃激しいな。あ、これ裏面ってやつだ。攻撃が激しい。あ、撃ってきた。バリア張ってないのに誘導弾撃ってきた。すごい。あれ、なんかドクロじゃないし、しかもなんだろう、骸骨じゃなくて、なんだ。お、敵の形が違う。すげえ。お、敵のブラが違う。すごいな、面白い。こいつは、あ、こいつもなんか違う。一つ目になってる。すげえ。なるほど。ああ。さすがに難しいな。でもこの前来られた人、裏面もクリアしたって言ったから。裏面初めて見たわ。ああ、そうっすか。僕も初めてで。敵のグラとか、ただ難易度上がってるだけかと思ったら、なんか、敵のグラも違ってて、なんかすごい新鮮ですね。あ、なんかボスの形が違う。すごいすごい。結構変えたんだな。すいません。これ保存できない。あ、確かコマンドで最初から裏面ってのってあったな。あ、なにこの、あ、敵のグラは違うだけど、なんか違う敵に見える。どこだ、ここだっけ、ここだっけ、あれ、やべえな。アイムウェイ取りたいけど、どうしようかな。ちょっと振ろうか。よし。お、怖いわ。ジグどころじゃないの、これ。あ、こいつか。
あ、そっか、すべての敵、ほとんどの敵があれですね。微妙になんかグラフィック変えてますね。すごい細かい作り込みが細かいですね。なるほど。もうこの裏面のグラをのためにわざわざ新しいグラ作ってるところはすごいですよね。使い回しでいいのに。さすがハドソンさんです。お、下から来た。こいつは同じか。あれに当たったら死ぬんだっけ？そっか、死ぬのか。スターブレインが誘導弾ってくるだけで一気に。長く飽きずに遊べる工夫なのかな。なるほど。でもそこまでたどり着ける人ってそんなに当時でもあ、当時はもっとレベル高かったんかな。なるほど。当時の小学生は当たり前だったのかな。このパッケこそスタソル。危ない。あれ、バリア張ってなくてもボスがすでに誘導弾撃ってくるのか。あ、撃ってこない、さすがに。ボスの場合逆に 5A じゃない方がやりやすいかもな。威力が正面の威力弱いからな、 5A はね。なるほど。あ、最初のノーマルの状態じゃ誘導弾撃ってこないんだ。で、一回パワーアップするともう撃ってくるのかな、としたら。まだ撃ってこないか。すごい、変な敵。あいつか。クジラ。スリーウェイにすると撃ってくるのかな。こっから。耐久力も上がってるような気すんな。上がってる。ボスの耐久力も多分2倍ぐらいになってんじゃないかな。出て。チョップした。怖い。あら、やっちまった。あ、まだ生きてた。
おお。マジか。あ、でかいやつか。ちょっと待ってくれ、待ってくれー。いやー、あれ強い。とんでもない連射してくる。下手にパワーアップしないといった方がいいのかな。こけるからか。逆に。あぶだぶだぶだ。ああ。残機はあるけど。誘導弾複数は厳しいな。そうっすね。おお。おお。ワープ1個だけ取ってほぼノーマル状態でいってみましょうかね。その方がいいかもしれない。逆にだって、あ、もう撃ってくる。ダメだよそれ。全然パワーアップしたらダメってこと。いや、これは、お、潜っちゃった。潜っていかったのか。いやー怖いよ。あれ、そっか、バリアないからどこに潜ってんのか分かんなかった。これどうすんのかな。マジでパワーアップ取らないで一回やってみよう。スピード遅いけど。さすが裏目。うわ、俺に取らせてくれない。あ、取っちゃった。まあいいや。はい、行こう。こいつがなぁ、はい、やばいよね。どうすんだ、あんなの。この狭い隙間でうまく、下の狭い隙間でうまく避けなきゃいけないのか。なるほど。神的なスキルが要求される。見え見え。ちょっと撃ちすぎだろ君たち。どうせならあともう一個パワーアップ取らせろ。やっぱいないのか。あった、当たってた。こうなったらパワーでねじ伏せよう。下に移動して。厳しいな、おい。うわ。これはちょっと初見じゃ無理だな。すげえ。でかい。グロくなってるね、全体。すごい。なるほど。まあ、ちょっと無理でしたね、今ので。これは経験が必要ですね。はい、というわけで、ジョスターラスターの会話、一旦ここで終了します。また次回違うのでやりますので、よかったらよろしくお願いします。
おつー。はい、ありがとうございました。失礼します。